出店が並んでるこの雰囲気、懐かしいな。ひな子はお参りとか行ってた？うん。お正月はバレエ教室休みだからね。教室が閉まってるから、堂々と休める日って感じがして、いい息抜きになってた。あ、でも、コンクールが近い年は、お正月返上で先生にレッスンつけてもらってたけど。お参りして、おばあちゃんの家行って、おせち食べて。でも、いわゆるお正月遊びみたいなのは、したことないな。羽子板とかたこ揚げとか？うん。存在は知ってるけど、生では見たことない。伝説上の存在って感じ。それって、ひな子が都会っ子だからじゃなくて？というか、私は都会っ子じゃないよ。星の宮は都内だけど、郊外だし。都心に1時間程度で出られるのは、十分都会なんですって。やったことあるわけないじゃない。私はやったことありますよ。タコは好きです。羽子板はノーコメントで。でも上手だったら楽しいと思いますよ。そういえば、あの出店で貸し出ししてたような。やってみる？うん。せっかくだし、やってみようかな。とりあえず、羽子板を2枚借りてきたけど、どうやって遊ぶ？ひな子と森崎さんで対戦する形で良いのではないでしょうか。え？私？ルールは簡単。板で羽を打ち返す。落とした方が負け。負けるたびに相手から顔に墨で落書きしてもらいます。墨で落書き？罰、重すぎない？そういうルールですから。ちなみにこの炭は肌に優しい素材しか使ってないみたいですから安心してください。別にそんなところは気にしてないのだけど、この巫女服借り物だから炭がついたら大変なのだけど。負けられないって感じが出ていいじゃないですか。どこがいいのよ。というわけで二人とも準備お願いします。よろしく。アリシア、勝つしかない。えい。やあ。は？あ、よし、一本。これで5回連続勝利ですか。なんでそんなに強いの？あなたが得意なのはバレエだけじゃないの？まあ、もともと運動全般苦手ではないかな。球技はあまり得意じゃないけど。それ、私に喧嘩売ってるの？手加減、した方が良かった？いいえ、それはそれでムカつくからいい。次は絶対勝ってみせるから。受けて立つよ。そうなんですよ、実は。